はいどうもこんにちは、山本まねです。本日はですね、ずっと前にリクエストいただいたことなんですけども、ヨーロッパの写実と日本の写実の違いについて詳しくお話ししてほしいみたいなことをね言われたので、そちらをねお話ししていきたいと思います。どうぞ最後までご視聴くださいませ。はい、僕はですね、独学3年から大阪芸術大学の美術学科出身で、大学院を出て復習をね3年間してですね、今は画家をしながらオンライン絵画教室の先生と大阪の文化センターの絵画教室の先生をしております。博物会の会員です。今博物会のね展覧会、国立新美術館でやっていますので、ぜひ見に来てください。僕は3室です。よし、はい絵を習いたいという人は、概要欄の公式ホームページまでご連絡ください。よろしくお願いいたします。公式 LINE とメンバーシップもぜひよろしくお願いします。それでは本題へ行きます。はい、早速ですね、この本題に入っていこうと思うんですけども、実際何が違うと思いますか、皆さん。ヨーロッパの写実絵画と日本の写実絵画、何が違うんやろうっていうね感じなんですけど、まずその違いを探る前にですね、双方の共通点っていうのをちょっと見ていこうかなと思ってます。見ていくっていうか考える考えます。共通点ね、まずリアルであるみたいな、お互いね両者ともリアル、油絵で描いててリアルで、まあ具象的、まあ同じやね。でも共通点やっぱリアルっていうところかな。リアルであるっていうところが特に共通してるかなと思いますね。その他の共通点は特にないかも。だからすごいなんていうか、写実的っていう意味では一緒なんですよ。一緒なんですけど何かが違う。じゃあそれが何かっていうことを今日はお話ししていこうと思います。ちなみにこれはね、僕の独断と偏見の塊です。なので、まあこういう意見もあるよとか、もしありましたらですね、僕の傷つかない程度に、はいよろしくお願いします。コメントしてください。はい、ではね、本題ですけども、何が違うのっていうことをですね、今からお話ししていきます。まず一つ目、これ違うなって思うのが、絵の具との向き合い方ですね。ここが違います。具体的に言いますと、日本はですね、色を塗る手段だと思っていると思います。はい、そんな感じがする。完全な習慣ですけどね。で、ヨーロッパは色と質感を作る手段っていう感じのイメージですね。はい、じゃあこの中身、日本は色を塗る手段、ヨーロッパは色と質感を作る手段、この中身をお話ししていきますね。日本の写実絵画を見るとですね、大体の作品が絵の具の質感はほとんど考えずに、表面上の色彩、色味ですねを綺麗に描こうとしているっていう作品が多いっていう風に感じます。正直これ自分もそうなっちゃってる部分もあるんですけど、難しいんですよ結構。形と色の次の段階っていうところに行かずに、そのままフラットな画面っていうところで終わっているっていう作品っていうのが多いかな。で、もちろんこれがね、一流の作家さん、画家さんになると、そういうところもクリアされていたりとか、もう完全にね、マチエールが出てたりとか、そういうこともあるんですけど、一般的な公募団体の作品とかになると割とフラットな面になってるかなっていう。でもそれがダメっていうわけじゃなくて、フラットな面はフラットな面の美しさっていうのがあるんで、でもここが難しいところなんですよ。違いなんで、これがいいで悪いとかそういう話じゃなくて、違いっていうところで聞いていただけたらなと思います。はい、でじゃあ次、ヨーロッパですね。ヨーロッパは色と質感を作る手段と思っているんかなって感じです。ヨーロッパの場合、日本と違って色を塗る手段だけではなくですね、絵の具のそのものを持つ厚みとか、質感、光沢を最大限にうまく使い、モチーフの質感を表現するために効果的にそれをね使っているっていうイメージです。はい、例えば光がね特に強く感じられる場所ってあるじゃないですか。例えばね、リンゴの明るくなってる場所とか、そういうところのハイライトには絵の具をたくさん使ったりとか、マチエールって言って質感をモチーフに応じて描き分けたりとか、そういうね、工芸的ではなくてですね、絵に息を吹き込むような、命を吹き込むような表現になっているのが本当にすごいなっていうふうに思います。これが難しい僕もここ目指してるんですけど、なかなか難しいですね。だからうまく描くプラスアルファ、モチーフとの対話みたいなところもあるんですよ。でプラス絵の具との対話、
これが全て両立できてようやく一つの作品になるみたいな、それぐらいね高度なテクニックが用いられてると思っています。続きまして、じゃあ2つ目ですね。何が違うのか、ヨーロッパの絵画と日本の絵画ね、写実絵画ね、はい、何が違うのか、これはですね、2つ目、形の捉え方が違うです。はい、日本はですね曲線的です。でヨーロッパは直線的です。まあこれもね一概にねそうだって決めつけるのも良くないんですけど、まあ僕が感じる印象です。まずですね、この日本の絵画イコール曲線的っていうところなんですけど、このイメージね結構あるんですよ。で特にクロッキーの考え方っていうのがまるで違います、ヨーロッパと日本っていうのはね。で日本は線を目で折ってそれを感じたままに画面に描きます。そういうクロッキーが多いです。もちろんそれがダメっていうわけではないんですけども、まあ躍動感があったりとかね、いいところもあるんで、ただですねモチーフの比率など考えた時に少しね正確性に欠けるかなっていう印象があります。だから雰囲気重視のクロッキーみたいな感じになる場合が多いですね。これはなんか上手いとかじゃなくて絵としていいなみたいな、そんな感じの雰囲気のクロッキーが多い印象です。でヨーロッパの場合はこれが直線的になりまして、目で線を追うっていうよりも全然違いますね。また考え方が違って、日本のクロッキーと対照的に、ね、必要以上の曲線は使わないです。はい、モチーフの曲線は、簡略化してですね、まあ、人体の例えば肩の丸みとかもしこういうのあったとしてもちょっとね直線的に捉える、カクカクみたいな感じで捉えたりします。有名な本なんですけど、シャルル・バルグはいい例ですね。まあこの人のクロッキーは凄まじく正確で、概要欄にリンク貼っておきますね、あの本ね、よかったら買ってみてください。めちゃくちゃ凄まじいクロッキー集です。はい、まあデッサンもあるんですけど、ヨーロッパの絵画とかの根源にあるのはこの捉え方なのかなっていうふうに思いますね。日本はあくまでも表面の、曲線を追う、ヨーロッパは直線で全体の量感を追うみたいな感じなんですかね。まあだから描き方が違うんですよね。日本の絵画って細かいところからいきなり描き始めるみたいな、でヨーロッパの絵画は大まかにざっくり分けてそっから詰めていくみたいな描き方なんですかね。はい、じゃあ続いて3つ目になります。じゃあ続いて3つ目、これ最後です。光の扱い方が違うかなっていうふうに思います。で、日本はモチーフを鮮明に見せるものっていうイメージ。だから全光が多いんですよ。全光って全体にも光が当たってて、影があんまりないようなものが多く見受けられますね。で、続いてヨーロッパ。こちらはですね、モチーフのディティールを鮮明に見せるもの。だから影のバランスとかもよく考えられています。まあ日本は、モチーフを鮮明に見せるものっていうことなんですけども、日本の写実で多いパターンでいうと、とにかく全てを綺麗に描くっていうところに意識が向けられている写実絵画なので、写真っぽい絵が多いです。正直ね、これ言い方悪いんですけど。で、光を扱うという概念はあまりなくてですね、とにかくモチーフの全てが鮮明に見えるっていうことが良しとされていて、そして背景のね処理とかはもう写真のボケみたいな感じでぼかされていたりとか、そういうこともねよくあります。なのでほんまにこう写真を使ってそのまま描いてるみたいなタイプの絵が多いですね。まあでもこれもね、絶対だからこれがダメとかそういう話ではなくて好みの問題です。まあ実際こういうタイプの絵でもめちゃくちゃ人気があって売れてたりもするんで、実際ファンがおると。なのでダメじゃないです、全然これはこれでそういう道だと思っていますし、日本らしさっていうところが出ているのかなとも思いますし、まあね、全部ヨーロッパみたいになってもそれはそれで面白くないんで、なのでこれはこれでありかなって思ってます。はい、続いてヨーロッパの場合はですね、モチーフのディティールを鮮明に見せるものっていう風に、解釈してるのかなっていう風に思いますね。ヨーロッパの場合はですね、写真ほどの鮮明さよりも、まあ表面のディティールですよね、の再現にこだわっている印象があります。とにかく似せるっていうよりも見せるタイプの絵、荒削りながらも質感表現に長けているので、まあ実物見た時ね、その写真で見た時のその絵あるじゃないですか、そっから実物を見た時のギャップっていうのがめちゃくちゃすごいです。印象がめちゃくちゃ変わります。なので写真で見た時は、ああこういう絵なんや、すごいなって思ってたのが、
実際見たら、え、めっちゃ絵の具持ってるやんみたいな、ここまで絵の具使ってんのとか、え、意外と薄いんや、ここ薄いんや、背景薄いんや、え、でもここすごい絵の具使ってんなとか、肌やのにこんな絵の具大体乗せていいのみたいな乗せ方してたりとか、意外とね、パッと見すごい写実なんですけど、よく見ると荒々しかったりする、そういうタイプの絵が多いかなって思います。そしてですね、日本の写実絵画の場合は写真で絵を見た時の印象と実物で絵を見た時の印象っていうのがあんまり変わらないです。表面がフラットなんで写真と変わらないって言われてもちょっとあれなんですよ。そういうところがあります、特性的に。なので実際見た時にわすごいなっていう感動は意外となかったりします。だからそこはヨーロッパの絵画の強いところかなって思いますね。絵の具がとにかく熱いんで、実際見た時のエネルギーとかその絵の具から受ける圧っていうのがやっぱすごいですよね。ヨーロッパの絵画ってなんか情報量が多いです。絵の具の情報量も多いし画面の情報量も多いしっていう感じで、なんかそんなイメージかな。以上がですね、僕が思うヨーロッパの写実絵画と日本の写実絵画の違いなんですけど、どうですかまあバババーっとね3つくらいちょっと列挙してみたんですけど、皆さんなんか日本の写実絵画とヨーロッパの写実絵画見比べた時に何が違うかなって思いますか？ちょっとね、皆さんの意見これちょっと聞きたいですよね。ぜひコメント欄でコメントよろしくお願いします。はい、まあでもね、まとめなんですけど、どっちもいいです。正直僕日本の写実絵画もめちゃくちゃ好きで、実際ね、あの日本の写実絵画を見てそこで僕感動して写実絵画描きたいって思って絵を始めたんで、源流をたどると日本の写実絵画なんですよ、僕のルーツっていうのは。でもやっぱ描いてるうちにヨーロッパの写実絵画ってなんでこんなにうまいんやろっていう風に思う時期が来ましてですね、日本の写実絵画ってとにかく細かく細かく描いてて、細かいほどいいとされている部分もあるんですよ。だから髪の毛の一本一本を鮮明に描いていたりとか、目のね、瞳の中までちゃんと描いてたりとか、そういうところが評価のポイントになってたりするんですけど、ヨーロッパの有名な写実絵画っていうのはそこまで細かく描いてないんですよね。結構荒削りで、でも離れてみた時に全然荒が見えないんですよ。離れてみたらすごくなんか滑らかな絵肌に見えるんですけど、近くで見ると意外と荒いタッチを乗せてたりするんで、なんかそこのバランスっていうのがめちゃくちゃうまいですね。ちゃんと絵なんですよ、ヨーロッパの絵って。なんか写実絵画なんですけどちゃんと絵なんですよ。これ写真なんとはならないんです、絵なんです、本物のような絵なんです。だからそこが日本の写実絵画の場合はどうしても写真っぽい絵みたいな感じになっちゃうんで、根本的なまあ何が問題なのかっていうと、さっき言ったような光の使い方だとか形の捉え方とか、あとは絵の具の向き合い方とか、多分この辺で差が出てるのかなって思いますね。でもどっちがいいとかはないんですよ、やっぱ好みなんで。フラットな面が好きな人もいるんで。でも僕はね、最近はねこのヨーロッパの写実絵画かっこいいなと思って、こっちに行きたいんですけど難しいなっていうので苦しんでます。はい僕はまだ日本流の写実絵画なんで、なんか頑張ってねこのヨーロッパのね写実絵画の方向に行けたらなっていう感じです。はい、まあいろんな絵を見て模写して吸収してっていうことをね地道にするしかないんですよね、こういうことは。頑張るしかないっていうことです。はい、では皆さんのね意見もお聞きください。この動画がいいと思った人はチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。チャンネル登録ね2200人ありがとうございます。チャンネル登録ねほんまに励みになるんで、ぜひねよろしくお願いします。思いままチャンネル登録してないよって人はもう右下かなにあるボタンポチッと押しといてください。よろしくお願いします。それではまた来週動画出します。ですね、またこういうこと話してほしいっていうリクエストありましたらコメント欄までよろしくお願いします。今採用率高いです、お願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。